滝沢秀明の神対応が生んだ奇跡。奇跡の再結成。神宮寺優太、平野翔、岸優太が戸部で見せた新たな決意とは神宮寺優太が戸部に移籍するまでの道のりは、まさにドラマチックな展開でした。以前所属していた事務所では、彼の才能が十分に発揮されないまま、礼遇される日々が続いていました。ファンの間でも、 神宮寺がこのまま芸能界から姿を消してしまうのではないかという不安が広がっていました。そんな中、彼の決断を大きく変える出来事が起こりました。それは、滝沢秀明の神対応でした。滝沢は、神宮寺の才能と可能性を見抜き、彼を飛べに誘うために尽力しました。滝沢のアプローチは、決して、押し付けがましいものではなく、神宮寺が自分自身の意思で決断できるよう、 時間をかけて話し合いを重ねました。滝沢の誠実な姿勢に感動した神宮寺は、ついに戸辺への移籍を決意しました。移籍後の神宮寺は、以前とはまるで別人のように生き生きとした表情を見せるようになりました。彼の笑顔は画面越しにも伝わるほどで、ファンにとってもそれは何よりの喜びでした。神宮寺だけでなく、平野翔や岩優太も同じく戸辺に移籍し、3人は、 ナンバーアンダーラインアイとして新たなスタートを切りました。三人の再結成はファンにとってまさに夢のような出来事でした。彼らの笑顔、そしてステージでのパフォーマンスを見るたびにファンは心からの応援を送ることができました。それぞれが持つ魅力がさらに輝きを増し、三人の絆はより一層強固なものとなりました。平野翔は神宮寺と騎士を飛べに誘うために 根気強く努力しました。彼は一人で新しいスタートを切るのではなく、同じ目標を持つ仲間と共に歩みたいと考えていました。そんな彼の熱意が、神宮寺と騎士を動かしたのです。また、騎士ゆうもまた、神宮寺と将の存在があったからこそ、戸べに移籍する決意を固めました。彼ら三人の絆は、まさに奇跡のような強さを持っていました。 三人が揃って新たなチャレンジに立ち向かう姿はファンにとっても大きな励みとなりました。滝沢秀明は常にアーティストを守り彼らの才能を最大限に引き出すことに心血を注いできました。彼のリーダーシップと人間性は神宮寺、平野、騎士の三人にとっても大きな支えとなりました。滝沢の存在があったからこそ彼らは新たなステージで輝くことができたのです。 三人の再結成を祝うファンの声は SNS やイベント会場で溢れ返りました。彼らの笑顔を見たファンはまるで自分たちの夢が叶ったかのような喜びを感じました。三人が一緒にいること、それだけでファンにとっては何よりも大切なことでした。ナンバーアンダーライン愛としての活動は彼らにとってもファンにとっても新たな希望と可能性を示すものでした。彼らのパフォーマンスは 常に進化し続け、観客を魅了し続けました。それぞれが持つ個性と才能が融合し、唯一無二のグループとしての存在感を放ちました。神宮寺、平野、騎士の三人は、これからも一緒に新たな挑戦を続けていくことでしょう。彼らの絆は、どんな困難にも負けない強さを持っています。ファンもまた、彼らの成長と成功を見守り、応援し続けることでしょう。 この物語は、ただの芸能ニュースではありません。三人の絆と成長、そして滝沢秀明のリーダーシップが織りなす人間ドラマです。彼らの姿を見て、私たちもまた、自分の夢に向かって努力し続ける勇気をもらうことができます。彼らの物語がここで終わることはありません。戸部に移籍してからの神宮寺、平野、騎士の活動は、日々新たな挑戦と発見に満ちていました。 彼らのパフォーマンスは常に進化し続け、ファンを魅了し続けました。彼らが一緒にいること、それ自体が奇跡であり、奇跡の連続でした。トベでの活動初期、彼らは自身の新たなスタートを切るための準備に忙殺されていました。新しい環境、新しいチーム、新しい挑戦。すべてが新鮮であり、すべてが未知の領域でした。しかし、 彼らは決して一人ではありませんでした。滝沢秀明のリーダーシップのもと、彼らは一つのチームとして団結し、前進していきました。平野翔は彼のエネルギッシュなパフォーマンスでファンを魅了し続けました。彼のダンスや歌声は、まるで魔法のように観客を引き込む力がありました。彼は、神宮寺と騎士との絆を大切にし、いつも共に笑顔で挑戦し続けました。 ガン・ユータは、その独特のキャラクターと温かい人柄で、ファンからの愛を一心に受けていました。彼の存在感は、グループにとって欠かせないものであり、彼の笑顔は、多くの人々に勇気と希望を与えました。そして、神宮寺ユータは、再びステージに立つことで、その才能を存分に発揮しました。彼の歌声や演技は、多くの人々を感動させ、彼の復帰を心から喜ぶファンも増え続けました。 彼の存在は、グループにとってもファンにとっても、まさに希望の象徴でした。トベでの活動を通じて、彼らは多くの新しい経験を積み重ねていきました。新しい楽曲の制作、新しいステージの演出、新しいファンとの交流。すべてが新しい挑戦であり、すべてが彼らを成長させる糧となりました。特に印象的だったのは、 彼らが参加した国内外のイベントやフェスティバルでのパフォーマンスでした。それぞれのイベントで彼らは全力を尽くし、観客を魅了しました。彼らのパフォーマンスはまるで魔法のように観客を引き込み、その場のすべての人々に感動を与えました。また彼らは新しいプロジェクトを次々と立ち上げました。映画やドラマへの出演、新しいアルバムのリリース、そしてファンミーティングやライブツアー。 すべてのプロジェクトが成功を収め、彼らの人気はますます高まっていきました。ファンとの絆も深まりました。SNS を通じてのコミュニケーション、ファンイベントでの交流、そして彼らの活動を支えるファンの応援。すべてが彼らにとって大きな力となり、彼らはその愛に応えるために、常に全力で活動を続けました。滝沢秀明のリーダーシップのもと、彼らは新たな挑戦を恐れず、 常に前進し続けました。彼の指導と支えがあったからこそ、彼らはここまで成長することができたのです。滝沢の存在は、彼らにとってもファンにとっても、まさに希望の象徴でした。そして、彼らの未来はまだまだ続きます。新しい楽曲の制作、新しいステージの演出、新しいファンとの交流。すべてが新しい挑戦であり、全てが彼らを成長させる糧となります。 彼らの物語はこれからも続いていくのです。彼らの活動を通じて私たちは何を学ぶことができるでしょうか。夢を追い続けることの大切さ、仲間と共に歩むことの喜び、新しい挑戦への恐れを乗り越える勇気。それら全てが彼らの物語から学ぶことができる教訓です。彼らの物語を通じて私たちもまた。 自分自身の夢に向かって一歩踏み出す勇気を持つことができるでしょう。神宮寺優太、平野翔、岸優太の3人のように仲間と共に夢に向かって進むことで私たちも新たなステージを切り開くことができるかもしれません。彼らの物語は私たちに希望と勇気を与えてくれます。ぜひ3人の今後の活躍に注目し応援していきましょう。そして、 自分自身の夢に向かって一歩一歩前進していきましょう。最後にあなたはどのような夢を持っていますかそしてその夢を叶えるためにどんな努力をしていますか神宮寺、平野、騎士の三人のように仲間と共に夢に向かって進むことであなたも新たなステージを切り開くことができるかもしれません。彼らの物語は私たちに希望と勇気を与えてくれます。 ぜひ、三人の今後の活躍に注目し、応援していきましょう。そして、自分自身の夢に向かって、一歩一歩前進していきましょう。